苦しい。足上げよう。足上げ。どうもキングキャンボーキングなんですけど、そっちの時でこうやろうと思いまして、はい、その2枚目を行きたいと思います。お願いします。ということで、本日の企画はメンバーが花見の騎士にショックレターを俺たちそのためのこの卵やな。はい、たっちゃんが後から来るんですけどみんなでオムレツ作ろうみたいな感じでいっぱいここで作って食べるんですけど、その時にジャンボがお前なんかその時にね、ジャンボが最近ちょっと卵アレルギーになってるかもしらへんみたいな感じでジャンボ挟みつつ、最初は楽しい感じでいこう、はい、で徐々にね、金バッタン出していって、お前の演技かかってるからな。任せ、このためにお前ハリウッド映画500本見てきたわ。もしで、レイお前、遅刻やんけ。ごめん、マジで申し訳ない。もう回していい？いや、ないと思う。今卵クッキング、この量の卵、え、めっちゃいいやん。え、俺卵やったら食えんの。俺寝とくわ。え、卵企画すんな、今から。そうやで。打ち合わせはマジで。え、だから普通に誰が一番美味しいやつつけられるかってやつ。そんなんでいい。いや、ちょうだい。卵料理やりながら暴露トークで。いや、あ、そやでいいよ。いや、俺、正直話っていい、もう今これ用意してもうってあれやねんけど、俺あれ、最近卵食ったら調子悪いねんけど。え、どういうこと。このやつ抜けたいの、なんか卵食ったらなんかいけるよ、いけるよ。なんでなんで抜けたいんじゃん。ほんまに。お前小学校の時食ってたよ。いや食っとっちゃう、最近大丈夫な、アレルギーみたいな。何や。え、じゃあ食わんでいいやん、別こいつおったらいいんじゃん、普通に。あれ、なんでザンボ君だけ食べてないのみたいな。それはあると思うけど、いじめなんみたいな。せやったらこの画角にもう映らんかったらいいじゃん、あんちゃん。いや、それやったら違う、どうなの、違う曲にしようかよ。どうなの、買いなってます。これもういいやん、もう始めよう。キング、ジャンボ、え、ちょっと待って、それやったらガチやめとくよ。いや、だからタバコ吸うの治んねんで、俺は。はい、え、ほんまに言ってる、ほんまに言ってる。いける、はい、いける。じゃあ、僕じゃあもうやるわ。行く、ほんま、いける、ちょっと待って、いける、はい、行くで。え、じゃあもうガチでちゃんとやろ、それやったら。っていうことで、今日ははい、オムレツ、イエイイエイイエイ。よいしょ。どんなタイトル、どんなタイトルな、オムレツ。聞いたことない、そんな一応。っていうのはですね、本日、はい、オムレツが、はい、オムレツで、うん、オムレツなんです、うん、誰が作ってんの、かなり。それ笑ってんのに栃木県民だけやん。おい、栃木県民バカにしてるやん。 U 字工事に失礼やな。まあ、俺言おうと。ということで、栃木に並んでね、餃子作りたいと思います。はい、ということで、卵50個用意してね。はい、うわ、そんなんあんの、卵めっちゃうまそうやん。あれ入れてて、お前なんて言うの。まあ、せやとお金は言わんでいいじゃん、それだったら。ということで、本日もやってみましょう。レッツストーリー、卵を割っていく。じゃあ、誰が一番卵割るのか。あ、かっこよく割れるか、勝負。あ、その選手権する。ええか、もういいわ、いいわ、いらんわ、そんないらんわ。いらんわ、長い。それ YouTube みたいなことしたくない。はっ、一個だけです。お前、ほんま、俺そろそろお前アレルギーなんだよ、大丈夫。いや、なれよ。え、じゃあそろそろなれよ。俺先手で先手いった、いったー、いかつくわ。お前今ガチこう角でいってんで。え、どこ、ここ、これ。出した、失敗の感じ。あはぁ、えぐい。うわぁ、入れすぎ。久しぶりに食うかなんか食いながってきたわ。メアミーツ食うん、ほんま、お前いけるいける、いける。腹減った、ガチで。俺も腹減った。やめてな。え、変な感じに並んでいくね。大丈夫、この後もじゃあみんな皿出せ。こんな体弱ない、取り分けだろ。いいんすか、俺が日頃の感謝の思い伝えながら取り分けだろ。うん、言って。はい、お願いします。じゃあ次ジャンボで。お前卵アレルギーか知らんけどめっちゃ食えん。やめとけって。じゃあほんまにこいつ一番入れとった。じゃあ今回入れたらよし。もう死ぬ気で。俺がこれでも病気なったら。いや、みんないただきますよ。いただきます、いただきます、いただきます。命かけて食う。じゃあほんまに大丈夫か。うまっ、うまいやん、うまいわ。
これ50個余裕じゃね。うん、お前やる。次目玉焼きいくで俺。あ、分かる。俺もケツの穴買いまってきた。マジで。だってヘイデンもめっちゃ。ガチ買い。ガチ。なんか調子なんて食いすぎる。じゃあやめとき。やめとき。いや、ここまで食ったらでも一緒やな。うん？ここまで食ったら一緒やね。いやいや。もうあとにどこ行って。やめときよ。いや、これで死んだら本望よ。なんで？はい、どーん。取れんの？うん。いや、やめとけって。もういいや。え、なんか話しよう、遠く。まあ、あんま食わんでいい。うま？食ってくれへん。お腹いっぱいなんでいいか。めっちゃ優しいもん。食ってくれへん。まあ、ありやったら食うから置いて。何来れんなよ、俺。あ、うまくなさそうやねんけど、お前。ちょっと待って、一旦、一旦ストップしよう。なんで？いや、こいつマジで通ってるわ。ほら、腕やばいって。え、もう赤っ。首とか大丈夫？いや、首の処分か。庶民でも食い、なんかもう腹減ってきたら食いたい。ちょっと今かゆいだけやもん。庶民いけるわ。楽勝。なんか言ってる？マジで、うん、塩コショウかけて。マジでって結構きついな、うん、いマジできついな。あ、50きついな。なんか卵きついな。え、だって50もいってへんで、だってなあ、まだだって20ぐらい卵。じゃあほんまにもうやめときって。もういいよ。たまにするチーズうまっ。だって2、4、6水は10個あれ、あれやったら出ておいて。ガチ的よ。なんかさ、水違うもんで味付けしたない。わかる。この動画でもこんな感じでいいん？こんなゆったり食ってる感じ。これ逆に腹いっぱいになったら喋れんくなる。で、全部入ってる。降格しとこう。じゃあ、うまいうまい。じゃあもうさ、もうこいつひたすら食ってるけど、これ大丈夫？ほんまに知らんで。まあ、じゃあ今度コーラ買いに行くね。あり。もう終わろうか、勝手にこれ。オッケー。俺はお前。カメラ止めた？カメラ。オッケー。うん。あっかん、マジでかゆくなってきた。大丈夫か？やばい。寝転んどき、もういいよ。今日なんかいる？水いる？マジで、いや。水ちゃうけど。炭酸あんま良くないか。マジかよ。え、大丈夫？ちょっとトイレ行ってきてる。ちょっと待って、もう力入らんねん。ガチ首やばい。ガチやばいな。力入らんねんけど。いいよ、ね、寝込んできここで、いいよ。大丈夫なやつで、それ寝込んできて。トイレ行ってきてる。いや、トイレ行ってきてる。待って。待って。ちょっと俺足上げる。じゃあ多分これ出して。ちょ俺待て。救急車の前にちょっと待って。あ、呼んで。マジで呼んで。これ呼んでくの。なんか全然わからない。苦しい。死んだ。苦しい。足上げよう。足上げよう。苦しい。わかった。落ち着いて。今救急車呼んでくれてるから。もう帰れ。今救急車呼んでくれてるから。ちょっと落ち着いて。上向いて。どういう感じなの？喋れる？呼吸できへん。やばい。別に呼吸できへん言うてるわ。ちょっとやばいわ。お前大丈夫か？別に別に毛布持ってきて。多分寒いわこいつ。よし、ちょっと待ってな。別に手伝ってくれ。大丈夫か？いけるか？いいよ、足。お前に行けるか？お前の言うこと聞いててるから調子乗って食いまーす。いや、じゃあもう食いすぎやねん。言ったやん。やばい、もう食いまーす。もう何でもいいから。こう、ガチやろって。足で帰って、もう無理や。寒い。帰れ。じゃあ、小島、呼んでる？マジで、頼むわ。やばい、もう帰るっすよ。わかった。一旦もうゆっくりでいいから。
ゆっくりでいい。上見たら呼吸しにくい。ゆっくりでいい。ゆっくり。呼吸しにくい。ゆっくりでいいから、もうすぐ救急車来るからマジで落ち着いて、落ち着いて。寒いか、いけるか、そのいけるか、じゃあ苦しい。ちょっとマジで来て。大丈夫か、いけるか、いける、いける。ちょっとあんま肩があんま書かないよ、もう一回言ったほうが。これ多分アナフィラキシーやわ。ガチガチやばい。ちょっと痛くてきて、おかしくなった。やべ、ちょっと待って、おい、ちょっと待って、こいつ笑ってるか。無理や、無理、これ無理、優しすぎてんけど、マジでこれ無理。だってあっつった、ちょっと待って、俺な、ちょ聞いて聞いて聞いて。俺この前な、親父が一緒の感じで倒れてんねん。やばいやん。全く一緒の感じやったから見たで。マジで、力入ってないねん。だから俺薄開きで目はみ開きにしたら目がすごいまた見切るみたいな感じ。パリシッちゃん優しすぎて笑ってもうた俺。外で車の、俺だけ騙されてんの。そうそう、外で車の、あ、マジで焦った、ちょっと待って。いやでも優しい、でもあれ適切な多分あれやと処理やと思うよ。ということで、桜大会ということでね。チャレン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 。何のドッキリだ。ドッキリだったっけ。だっていいよ。面白くねえ。こいつ首赤いのかな。シンプルに書いた。わざと書いたら赤なるから、俺むっちゃかね。このドッキリ足バリ上げてくれたり、あーこうなんか、いや、かゆいときったらもうこうやってさせてくれた。完璧やん。アナフィラキシーとかを軽く見てる人がいるっていうのをね、DM でもらいました。ああ、そういうこと。でもそういうなんか身内乗りみたいなのはほんまにあるやん。うん、なんか、お前食えよみたいな。うん、それはほんまにちょっとやめてほしいな。ガチ、マジで焦ったから今。やっぱり軽いものやったら、痒くなるものから、まあこういう感じでアナフィラキシーショックを起こして、命にかかることもあります。ああ、まさやな。だからね、できる男ならば、女の子とデート行くときに苦手な食材とかアレルギーあるって聞いて、お前いいこと言うやん。この動画いいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。スポンサーも概要欄に貼ってます。はい、そちらからチェックしてください。お願いします。インスタグラムもフォローお願いします。お願いします。ということで、はい、次の動画でお会いしましょう。さようなら。どんな終わりかね。え、なんなん新キャラなったやん。なんていう名前これ。オレッキー。